こんにちは。今日もコロナ感染症について皆様方にお願いと状況報告をいたします。同じことを何度も言われてもう分かったという市民の声をいただいておりますが、同じことを言うのは優しいんですが、同じことを言い続けるのは難しいということもございます。私その難しいこと、今日も同じことを言い続けさせていただきたいと思います。まず冒頭に新型コロナウイルス感染症の感染状況についてご報告申し上げます。これまで郡山市内で確認されました新型コロナウイルス感染症の感染者数は、本日県が公表した7人を超えますと151人となりました。市内では8月に入ってから感染者数が急増しており、8月は26人、9月は32人、そして10月に入ってからはすでに84人に上るなど、一月に100人に上る迫る勢いでございます。一方、10月16日に新型コロナウイルス検査で陽性が確認されました。17日に公表申し上げました中学校2校、生徒4名の濃厚接触者と なりました生徒教師に対しまして、昨日と今日 PCR 検査を実施いたしました。全員陰性でございました。ご報告申し上げます。これは各学校において手洗いやマスク着用などの基本的な感染対策や新しい生活様式を徹底していただいており、大きな集団でも感染は広がりにくかった状況にあったと認識しております。市民の皆様におかれましては、学校や職場での感染を家庭内で広げないために、感染が収束するまでのしばらくの間、以下の3点について特に徹底くださいますようお願い申し上げます。まずマスクの着用でございます。親しき仲にも例ではございませんが、咳やくしゃみなどの呼吸器症状が少しでも認められれば、咳エチケットマスク着用をお願い申し上げます。体調不良でいらっしゃる場合の家族との接触回避でございます。一家団らんでございますが、少しでも体調に異変があったら極力ご家族との接触を避けていただくことをお願いいたします。新型コロナウイルス感染症は飛沫感染で広がります。マスクは外さなければ食事はできませんので、家庭内では食事の時間をずらしたり、違う場所で食事をするなど、さらには黙って、学校給食におけるように黙食をしていただくなど、新しい食事のマナー様式の徹底もお願い申し上げます。また就寝される場合、無意識の状態となる場合は別室などで離れて、ね、お休みいただくなどの工夫も状況に応じてお願いいたします。家庭内のことについてとやかく申し上げるのは本当に心苦しいんでございますが、最近の状況からあえて申し上げました。そして医療機関の3点目、医療機関の早期受診でございます。症状がございましたらすぐに医療機関を受診ください。異変に気づいてもですね、長期間受診されずご家族に感染を広げている事例もございます。少しでも発熱や咳、異常味覚異常などの自覚症状がございましたら、すぐかかりつけ医などの医療機関を受診くださいませますようにお願いいたします。市内の感染状況の拡大を食い止め、さらに減少させるためにも、市民皆様お一人お一人に強い危機意識を持っていただき、基本的な対策でございます。マスク、手洗い、検温、2メートルの確保、換気等の基本的な活動を行動を徹底くださいますように強く皆様にお願い申し上げます。先ほど食事のお話を申し上げました牧水さんの歌でございます。白玉の歯にしみ通る秋の夜の酒は静かに
飲むべかりかり、歌口ずさみながらお食事をお楽しみいただき、また大好きなお酒も味わっていただければと存じます。令和2年10月19日郡山市長品川雅人でございました。よろしくお願いいたします。